こんにちは、ポギーです。ハイプビーストジャパンの阿部です。今回のインバイトオンリーは古着屋巡りの第2弾として横浜に来てます。で、前回が割とこうアメカジテイストのオーセンティックな古着を紹介させてもらったんですけども、世界から見てもこんなにいろんなジャンルの古着がある都市って本当に珍しいですし、珍しいですね。はい、下北沢に行けばまた違ったテイストがあったり、高円寺に行けばアメリカのヘリテージ古着がすごいあったりとか、あとはストリートテイストの古着ですよね。90年代の、裏原宿のものだったり、やっぱりデザイナーズのアーカイブって呼ばれてるシーンもすごく盛り上がってますし、なんか今回はそういったものを見れたらと思ってます。この中華街、ここから約徒歩1分のところに、コム・デ・ギャルソンとヨウジヤマモトの古着が、買えるところがあるっていうので、初めて行くのでめちゃくちゃ楽しみなんで、ちょっと行ってみましょう。行ってみましょう。一番最初にここのことを知ったのは、多分インスタグラムかヤフオクだったかちょっと覚えてないんですけど、何かで SNS で見てコム・デ・ギャルソンとヨウジヤマモトのアーカイブがあるなと思っていて、 SNS に出てないものもすごいあって、ものすごい数ありますよね。ありがとうございます。お店を始めたのはいつだったんですか？2年前の2020年の1月ですね。はいはい、ちなみに店名の由来とかありますか？オンザコーナーってマイルスってあるじゃないですか、アルバムが。あ、はいはい、でその特別好きじゃないんですけど、はいはい、あれを急に思い出して、でオンザコーナーとコム・デ・ギャルソンって似てるなと思ったその日に決めました。ギャルソン用事、今ちょうどアーカイブが流行ってるので、詳しい人はたくさんいると思うんですけど、はい、で自分は多分その中では全然詳しくないんですけど、好きで言ったら多分一番好きだと思います。それはではおすすめをちょっとまずは2つご紹介させてもらいます。コム・デ・ギャルソン・オン・プリュスの2000年秋冬のドッキングロック機の1点です。でこれはセンターのスタッツが今ピラミッドで四角なんですけど、ここにも切り替えが入ってるんですね。あ、そうですね。ちょうど小さいジャケットと大きいジャケットを生地違いでドッキングさせたようなデザインです。 V ゾーンも浅めで、はい、三つボタンの結構クラシックなんですけどパンクな要素が入ってるみたいな、ね、ここもコム・デ・ギャルソンらしいアプローチだと思います。続いて2つ目はこちら、コム・デ・ギャルソン・オン・プリュスの2008年の秋冬商品です。これあれですよね、セックス・ピストルズのジャケットのアートワークとかやったジェイミー・リードですよね。ジェイミー・リードのコラボで、2008年の日にちまで覚えてないですけど、立ち合いの日に渋谷西部に行ったのまだ覚えてます。朝から並んだんです。オープン前に並びました。でこれはちゃんとテーラードを作った後に裁断してるんでポケットは使えないんですよ。そんなところも本当だ。通常だったらプリントでいいと思うんですけど、あえて切り裂いて使ってるというのがまたイギリスらしい、ブリティッシュな、はい、チェックを使ってますね。そこもなんかこうピストルズっぽいというか、かっこいいですね。では次の2着は、さっきの2着がギャルソンだったので、4時から2着やりました。96年 SS の少年のコレクションの、アイテムをちょっと持ってきました。花と少年の名作の、そうですね、そうですね、名作と言われているものですね。初めて見ました実物は。コレクションのルックはだいたい12、3歳の少年が着て出てくるっていうコレクションだったんですよ。あ、デッドストックですか。デッドストックだ、やば。でもこのヨウジさんが使うこの日本の花、ボタンですかね。ボタンですね、はい、すごいいいですよね。綺麗ですね、90年 SS の、ヨウジモトプールオムの1点になります。ヨウジさんが飼っていたワンちゃんをヨウジさんがデッサンして、それを刺繍に起こしたと言われている刺繍です。動物っぽいこの毛並み の、 このあれが厚みで表現されてますね。確かなんかこういう刺繍の復刻も出てましたね。 ありました。刺繍の密度と、多分ですよ、紐の厚さというかそれも違いますね。やっぱり当時の方が厚いですし、立体感が出てますね。いいですね、これ。こちらもあれですよね、林さんっていう方が確か描いたあの絵だったと思うんですけど、はい、ヨウジさん の、 ボタンとかも描かれてる、はい、ずっと欲しかったんですけどなかなか出てこないですよね。そうですね、はい、ジップがついてたりとかデザインも面白いですよね。左右にここについてますね。この当時って、
赤と、はい、あと何色かあったんですか。あと黄色もありましたね。ただ、まあ、個人的ですけど赤の方がやはり幼児さんらしいなというイメージが、ね、はい、ありますね。これはですね、95年秋冬シーズンの、スリープ機の商品になります。数字がかなりこうランダムにプリントされているのが結構大きなあのポイントになっているシーズンになっています。シルエットとかってちょっと変わってたりするんですか。この95年のシルエットだけがすごく大きいんですよね。あ、でも確かにこれ S ですよね。これは確か S ですね。逆三角形になるようになってるんですよね。あ、今までの従来のこの年代のボックスシルエットとはまた違うんですよね、はい、確かに。なので着ていただくとそうスキニーとか面白い履かれるとちょうどこう綺麗な逆三角形になるので、うん、今かなりいいんじゃないかなと思います、うんうん、ちょうど今度の6月1日に、横浜のハンマーヘッドでコムデギャルソンと幼児はもの酒のアーカイブファッションショーというのをちょっと開催します。あ、そうです。原宿まで戻ってきましたね。自分すごいあの大好きなお店のポートレーションに行きたいんですけど、ゆきくん覚えてる？前に恵比寿でポップアップをやってて、でヴィンテージのラップのポスターとかこうバーッと飾ってあったと思うんですけど、あれがポートレーション。原宿のショップポートレーションに来ました。オーナーの拓也さんですね。はい、よろしくお願いします。ポートレーションはもともとは結構このラップティーっていう本があって、ロスワンが、作ってる本なんですけども、この中に掲載されている T シャツも実は拓也さんが、はい、結構私物を貸し出してたみたいな話も聞いたんですけど、はい、本をリリースする1年ぐらい前にインスタグラムから直接連絡をいただきまして、うん、でまあ、君の持ってるコレクション興味あるから、まあ、何枚か写真を撮って送ってくれって言われたので、うん、まあ、それで送らさせてもらったら、まあ、今度こういう企画があるからぜひ衣装提供というか、まあ、協力してくれっていうふうにお話がありまして、うん、ラップティーからスタートして、はい、でラップティーがやっぱりただ高騰してきてしまって、はい、今はまたちょっとこうあれですよね、違うカルチャーのものも結構品揃えしてますもんね。そうですね、やっぱりこの、まあ、希少性っていうものの中で、まあ、勝負していくのもやっぱ資金力の問題ももちろんありますし、単純にまあ他のジャンルに興味を持つっていうきっかけもやっぱ海外に行くとやっぱあったので、うん、このグラフィックなんだろうとか、うん、このグラフィックかっこいいから音楽聴いてみようとかっていうので、うん、なんか徐々になんか勉強しながら広めてったって感じで、カルチャー色の強い、まあ、T シャツとかをメインにやっぱり徐々に肉付けして増やしてって、まあ、今の形になるのかなっていうところもありますかね。お店のおすすめをちょっと聞いてもいいですか。まあ、ラップティーって言われる古いものはすごく高くなってきてるので、まあ、2000年代乗っかったものでしたらまだちょっと現実的な値段で買えるということもあり、まあ、今でもちょっと活躍されてる、まあ、NERD、ファレル・ウィリアムズだったりとか、うん、カニ・ウェストの T シャツを今回2点ピックアップさせていただいたんですけど、2001年にファーストのアルバムが出た時に、まあ、リリースされた T シャツなんですけど、うん、NERD の文字と、まあ、バックにこの有名なブレインがプリントされてて、うん、まあ、いわゆるこういうマーチャンダイズって T シャツが結構いいんですけど、うん、まあ、こちらに関してはすごく、まあ、ロングスリーブで、まあ、希少価値も高くて、うん、高くなる前に、まあ、今のうちに押さえておくべき1枚かなっていうふうにも思いますね。2007年に、まあ、リリースしたアルバムのグラデュエーションの時の T シャツなんですけど、うん、まあ、このベア見て分かる通り村上隆さんが当時、ね、書き下ろしたことでも有名であってして、うん、まあ、特殊なプリントなんですけど、これフロントだけじゃなくてサイドもこういう風に入ってまして、おお、ね、しかもそうなんですよチェーンがそうなんです、これだけロマンプリントを、そうですね、刷られてて、まあ、プリント技術とかだったりとか、まあ、こういう配色もすごく色を使ってまして、今逆にこの技術で刷ろうと思うとコストがすごくかかるというか、このアルバムで確かあれですよね、50セントとどっちがセールス取るかみたいな、そうですね、ありましたね。でカニエが確か圧勝したんですね。圧勝しましたね。ウータンクランのメンバーでインパクト強いメンバーの一人でもあった、うん、オールダーティーバスタードのブルックリンズーっていうアルバムをリリースした時の、まあ、ツアーのポスターですかね、うん、普通に販売してたりとかっていうのは結構大半なんですけど、ツアーの時に刷られたポスターっていうのはやっぱりそういった一般販売されてるものよりも圧倒的に数が少なくて、どういったとこから、まあ、流れてきたかっていうのは僕もわからないんですけど、アメリカで見つけた時は本当にもう一目散に、うん、急いで買い付けた記憶がありますね、こちらに関しては。次がナズの T シャツですか。ヒップホップの、まあ、ブートレグ T シャツ、いわゆるラップティーズって言われるものなんですけど、で正直このナズのイルマティックってファーストアルバムの時ってもうオフィシャルで T シャツ出てないんじゃないかなってくらい、まあね、僕も見たことがなくて、
でそういった意味でもこのファーストアルバムでもあまりにも人気があったので、やっぱこういうブートレグの T シャツがたくさん刷られてたんじゃないかなってのは思うんですけど、こういった T シャツが本当に今って言いますともう 50万円、日本円で言うと50万円だったりとか。マジっすか。なんかあのワールドイズエアーズ の、はい、あの途中にあのイッツユアーズっていうところあるじゃないですか、はい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 、あれをやってるのが、ティーラロックっていう、はいはいはい、あのラッパーで、はい、あの彼の家に僕泊まったことあるんですよね実は。行ったことあるとかじゃなくて泊まったことがある。そうなんですよ、自分が気になったのはこのアップルの、ポロシャツですね。で、まあ、胸にワンポイントも、すごく可愛いんですけど、後ろにもプリント入ってるのがなんかすっごいいいなと思って、ね、おそらく当時その新しいプロダクトが出た時に、まあ、関係者にのみ配られたものだと思うんですけど、まあ、アップルの T シャツとかこういうアイテムって基本なんか見かけるのって90年代半ば以降のものが多くて、それこそ Think Different だったりとかのテーマの時はそのたくさんの T シャツが多分出回ってたと思うんですけど、今回選ばれたこのポロシャツに関しては僕も初見でして、かつこの80年代後半っていうところもなんか希少性もありデザイン性もすごく高くて、さすがな一着お選びいただいたなっていうふうに思いますね。前回の、ムービーでも紹介させてもらったんですけど、ドリームワークスのロゴがもうものすごいかっこよく見えてきて、はい、そうですね、はい、これ SKG なんで、これに関してはそうですね、まあ、00初頭か、まあ、90後期ぐらいのものになりますね。某ブランドだったりとかって逆にすごいなと思いまして、なんか亡くなってからとか閉業してからサンプリングするっていうのは面白いですね。確かにガンガン並行でやっちゃってるんで、そういった意味でもなんかオリジナルって意味ではすごく今かぶりたい、なんか身につけたいものなのかな。こちらのダフトパンクのフーディーを選んでみました。解散してからのもそうですし、そもそもダフトパンクのこういういわゆるマーチャンダイズってデザイン性が高いものはすごく多くてですね、かつやっぱりその四つ打ちの関係のまあジャンルの T シャツとかっていうのはコレクターさんがすごく多いですし、熱狂的な音楽ファンっていうのはすごく多いので、買った T シャツとかはあまり手放すっていう文化がなくてですね、そもそも市場にあんまり二次流通で回ってこないっていうこともありまして、サイズも大きめで、そうですね、これで XL とかですかね。あ、もう全然今は着てもかっこいいですし、それこそまあ改ざんして今後も多分価値が上がっていくものだと思いますし、はい、FX ツインの T シャツ、はい、人気があるのは、はい、あの知ってたんですけど、はい、まさかこんなにさっきの先ほどのラップ T に続いて、はい、こんな値段なんだっていうのがちょっとびっくりしました。こちらは多分その FX3 の中でもファーストアルバムの年代に一番近いものって言われてまして、1992年にファーストリリースして、こちらがまあ1993年のおそらくまあツアーの時に出回ったものなんですけど、本当に FX3 の中でもトップクラスに、まあ、希少性が高いのと最も古いっていう言われてるものなんですけど、これがまた良くて、結構 FX のこういうマーチャンダイズの T シャツってフロントだけのロゴだったりが多いんですけど、こちらヨーロッパ企画のスクリーンスターズのボディでして、まさにその彼が活動してた、リリースしてたエリアがそういうところなので、生産国もオリジナルっていう意味でもなんか説得力ある一枚というか、もう文句ない一枚かなとは思いますね。横浜から原宿まで長旅お疲れ様でした。2人の店主の方のこの愛情というか、なんか本当に好きでやられてるんだなっていうのがすごい伝わる。いや、ものすごかったっすね、うん、新品の洋服の中にああいったこうカルチャーの古着を取り入れたりとか、あとは昔から今現在でも活躍している日本のデザイナーズの方の、まあ、ああいった洋服もやっぱり今でもエネルギーに満ち溢れてるというか、なんかそういったものをコーディネートに入れてもよりこう深みだったり、もっと楽しくなると思うので、なんか今日さらになんか自分もこうもっといろんなジャンルの洋服を取り入れて楽しみたいなって改めて思いましたね、うん、なんか本当に勉強になる回というか面白かったですね。いやー、やっぱり洋服って楽しいですね。さよなら、さよなら。